これで依頼達成だね。お疲れ様。何かい？どうやら大変なことが起こっているようですね。くれぐれもお気をつけて。行くよ。せい。俺に任せな。せい。顔を洗って出直してきゃ。僕の番だね。せい。行くよ。はっ。俺の番だな。そこだ。顔を洗って出直してきゃ。ここがグレンの塔。博士とあの連中本当にここにいるのかな。間違いない。複数の足跡が入り乱れている。確かに隠れ家としてはうってつけかもしれねえが。二人とも気をつけて。こいつらやっぱりビンゴだったか。
俺の番だな。僕の番だね。私の番ね。みんな大丈夫？僕の番だね。俺の番だな。行くよ。俺の番だな。みんな大丈夫？行くよ。俺に任せな。そこだ。俺の番だな。せい。僕の番だね。せい。戦闘終了。先に進もう。なんであの魔獣たちがここに？あ、もしかして。黒装束の連中と関係が？ああ、間違いねえ。おそらく連中に訓練された戦闘犬ってとこだろうな。戦闘犬？俺は奴らを調べ始めてから何度もあの魔獣の襲撃を受けた。無関係であるはずがねえ。そうだったんだ。ってことは峠の関所が魔獣に襲われたのはあんたがいたからってわけ？ま、結果的にはな。そもそも奴らの調査を俺に押し付けたのはお前らの親父だ。こっちだっていい迷惑なんだよ。それを言われると。そういえばジャンさんがそんなことを言ってましたね。どういう経緯で頼まれたんですか？例の空賊事件が起こる少し前にふらりと現れて押し付けやがったんだ。なんでも外せない用事ができたとか抜かしやがってな。まったく、とぼけたおっさんだぜ。そうだったんだ。もっとも、今となっちゃ誰にも譲るつもりはねえがな。特にあの野郎だけは、絶対この手で捕まえてやる。あの野郎？なんでもねえよ。とっとと連中を捕まえて、あのじいさんを救出するぞ。
俺に任せな。そこだ。僕の番だね。はあ。任せて。僕の番だね。俺の番だな。そこだ。相手が悪かったな。僕の番だね。アーツ駆動スイッ。俺の番だな。そこだ。あたしの番ね。アーツ駆動行くよ。行くよ。ダンソッケン。はっ。俺に任せな。僕の番だね。任せて。はっ。俺に任せな。せい。行くよ。せい。戦闘終了。先に進もう。僕の番だね。はあ。俺の番だな。アーツ駆動。任せて。アーツ駆動。僕の番だね。はあ。俺に任せな。アーツ
駆動。任せて。はあ。はっ。うん。行くよ。遅い。行くよ。俺に任せな。アーチ駆動。チッ。任せて。はー。はっ。僕の番だね。アーツ駆動。行くよ。ダンソッテン。うん、もう大丈夫だ。行くよ。はっ。俺の番だな。僕の番だね。チッ。俺の番だな。セイ。あたしの番ね。はっ。行くよ。チッ。俺の番だな。相手が悪かったな。行くよ。チッ。俺に任せな。
僕の番だね。俺に任せろ。せい。任せて。僕の番だね。俺に任せろ。せい。気合が足りねえんだよ、気合が。僕のこの力は。僕の番だね。俺の番だな。そこだ。私の番ね。行くよ。俺に任せろ。いせ。せい。ダイナストケイラ。調子で行くわよ。僕の番だね。俺の番だな。そこだ。私の番ね。僕の番だね。はっ！俺の番だな。行くよ。はっ！私の番ね。俺に任せろ。せい。僕の番だね。一気に殲滅する。これで終わりだ。うん、もう大丈夫だ。俺に任せろ。そこだ。行くよ。はっ。
の番ね。私の番ね。僕の番だね。遅い。俺の番だな。せい。私の番ね。僕の番だね。俺に任せな。せい。行くよ。せい。戦闘終了。先に進もう。僕の番だね。はっ。任せて。俺に任せな。そこだ。僕の番だね。俺に任せな。そこだ。僕の番だね。任せて。俺に任せな。そこだ。行くよ。はっ。うん、もう大丈夫だ。
行くよ。私の番ね。俺に任せな。僕の番だね。捉えた。俺の番だな。僕の番だね。俺に任せろ。そこだ。相手が悪かったな。俺に任せな。僕の番だね。これで終わりだ。俺に任せな。行くよ。遅い。相手が悪かったな。僕の番だね。俺に任せな。私の番ね。この調子でいくわよ。行くよ。
俺の番だな。せい。任せて。行くよ。遅い。俺に任せな。せい。あたしの番ね。この調子で行くわよ。俺の番だな。そこだ。行くよ。せい。任せて。僕の番だね。そこだ。俺に任せな。行くよ。せい。俺に任せな。俺の番だな。僕の番だね。戦闘終了。先に進もう。僕の番だね。アーツ駆動。俺に任せな。アーツ駆動。任せて。僕の番だね。俺の番だな。アーツ駆動。あたしの番ね。アーツ駆動。
行くよ。俺の番だな。せい！あたしの番ね。アーツ、駆動。僕の番だね。アーツ、駆動。せい！俺に任せな。そこだ。僕の番だね。はあ。はっ。この調子でいくわよ。僕の番だね。はっ。任せて。えい。俺の番だな。俺に任せな。そこだ。相手が悪かったな。行くよ。はあ。俺に任せな。アーツ、駆動。任せて。アーツ、駆動。はの番だね。アーツ、駆動。俺の番だな。せい。俺に任せな。行くよ。はあ。あたしの番ね。はどう。終了。先に進もう。
詰めたぜ。遊撃士ども、なんという連中だ。ここまで鼻が利くとは。変装して町から脱出するなんて芸の細かいことするじゃない。でも爪が甘かったみたいね。誰も来ない遺跡だと思って油断したのが運の尽きですね。素直にラッセル博士を解放してもらいましょうか。遊撃士協会規約に基づき、てめえらを逮捕、拘束する。あのすかした仮面野郎が見当たらないのは残念だが、はっ、てめえらで我慢してやるよ。ふざけるな。邪魔者は排除するのみ。俺に任せな。だね。番だな。逃がすか。行くよ。
行くよ。俺の番だな。逃げつか。俺の番だな。せい。僕の番だね。は。うん、もう大丈夫だ。さすがは遊撃士ども。だが人質変えるのは忘れたか。あんたたち往生際が悪すぎるわよ。あなたたちの目的はラッセル博士の頭脳でしょ。危害を加えてもいいんですか。うるさい。本当に傷つけられないか試してやってもいいのだぞ。うぜえな。いい加減諦めろ。王国軍だって動いている。てめえらに逃げ場はねえんだよ。何がおかしい。いや何、おめでたい連中だと思ってな。それにそろそろ時間だ。何、エッセル危ない。分かってる。やっぱり飛行艇。くそ、ここまで大掛かりな組織だったのか。形勢逆転だな。ここで皆殺しにしてもいいが、遊撃士協会を敵に回すつもりはない。そこで黙って見ていれば命だけは助けてやってもいいぞ。この言わせておけば。エステル、ここは彼らの言う通りにしよう。従うふりをして隙を伺え。じいさんを運び込もうとする瞬間、そのタイミングで一気に突入する。了解。どうやら諦めたようだな。賢明な判断というものだ。では失礼させてもらうぞ。暇だ。ダメ。何、子供？ティータ？しまった、ついてきてしまったのか。おじいちゃんを返して。返してくれなかったらこうなんだから。もうガキが調子に乗るんじゃない。まずい。ティータ。ジー。アガット、アガットさん。おい、子供を撃とうとする奴がいるか。しかもそいつはテスト用の。すまん、船が落とされると思って。まあいい、このまま撤収するぞ。待ちなさいよ。おじいちゃん。一旦サイスに戻ろう。あの飛行艇のことをギルドに報告しなくちゃ。うん、ティータ、辛いとは思うけど。
はずだぜ。足手まといはついてくんなって。お前が邪魔したおかげでじいさんを助けるタイミングを逃した。この責任どう取るつもりだ。私そんなつもりじゃ。おまけに下手な脅しかまして命を危険にさらしやがって。俺はな、お前みたいに力もないくせに出しゃばるガキがこの世で一番ムカつくんだよ。ちょっとどうしてそんなひどいこと言うの。ただでさえおじいちゃんがさらわれたばかりだっていうのに。だから言ってるんだ。おいチビ、泣いたままでいいから聞け。お前このままでいいのか。じいさんのことを助けないでこのまま諦めちまっていいのか。だったらふぬけてないでシャキッとしろ。泣いてもいい、わめいてもいいから、まずは自分の足で立ち上がれ。てめえの面倒も見られねえやつが人助けなんざできるわけねえだろ。それができないんだったら二度と俺たちの邪魔をするな。子供らしくベッドで毛布かぶってメソメソ泣いていやがれ。俺としてはその方がよっぽど助かるけどな。ティータ、大丈夫だよお姉ちゃん。私一人で立てるから。やればできるじゃねえか。本当にごめんなさい。私のせいであの人たちに逃げられちゃって。バカ、謝ることなんてないわよ。うん、ティータが無事でよかった。ありがとうお姉ちゃん。お兄ちゃん、アガットさん。なんだ、文句なら受け付けないぞ。ありがとうございます。危ないところを助けてくれて。それから励ましてくれてありがとう。励ましたわけじゃねえ。メソメソしてるガキにカツを入れてやっただけだ。だから泣いてたくせになんでそこで笑うんだよ。調子の狂うガキだな。あんたね、お礼くらい素直に受け取りなさいよ。ほんとひねくれてるんだから。いや、アガットさん単に照れてるだけじゃないかな。あ、なるほど、可愛いとこあるじゃない。そこうるせえぞ。まあいい、とりあえず速攻でギルドに戻るぞ。どうやら連中の背後にかなりの大物がいるのは間違いない。気は進まねえが軍と協力する必要もあるだろう。うん、そうね。急いだ方が良さそうですね。